いろいろとこういった状況があり、開催できるかどうかは、ね、いろいろと、ね、私たち自身も、ね、分からなかった部分があったんですが、まあ、一応明日ね、解除されるということもあり、まあ、時間を少しね、ギュギュッとした感じで、開催させていただくことになりました。まずはですね、この場を、私たちこちらの桜本というライブハウスに出るのは初めてなんですけれども、この場を、開催の場を与えてくださいました。マスターどうもありがとうございます。
、はい、これからね、いろいろなね、状況ありながらこうお集まりいただきました皆様にも本当にどうもありがとうございます。はい、はい、ですね、このようなサックスのお重奏という形で、私たちはですね、音楽をやっております。成蹊大学コンパルサウンドというですね、ビッグバンドの、出身の5人の娘たちが、かつてですね、親しんだあのスイングを、5人の編成にして、お送りしている曲でございます。はい、今回はですね、第1部、2部構成になっておりまして、まず最初にちょっと告知を、ですね、時間が、まあ、大体45分間やりまして、まあ、少々10分15分休憩をいただいて、また45分ぐらいやって、今回は8時が、閉店のお時間となっております。でオーダーに関してなんですけれども、一応ですね、ミニマムオーダー1500円という形でいただいておりまして、でラストオーダーがですね、一応7時という形になりますので、アルコールのラストね、アルコールのラストオーダー、はい、なりますので、まあ、休憩のお時間でこのオーダーは締め切りという形にさせていただきます。それからですね、演奏中 のお手洗いなんですけども、お手洗いここにありまして、休憩時間はこちら使っていただいていいんですけども、演奏中に行かれる場合は、この建物の、ちょっと変わったですね、下の1階のところに、お手洗いが用意がありますので、マスターに、声をかけていただいて、鍵を持っていっていただいて、お手洗いに行っていただくという形になっております。よろしくお願いします。それではですね、さっきの5本の指揮を、ご堪能いただければですね、ぐいぐいと演奏してまいりたいと思います。最初の曲はカウントベーシーのナンバーで有名な、ザ・クイーンビーをお送りいたしました。次の曲は、バトルジャズビッグバンドが、やっていたアレンジを、サックス5本に、編集してお送りします。マイ・フェイバリット・シングスを。
宮城県びっくりした。なんとかなり、ね、共同会で明るくなってたら、なんか私たちがこう、こういうのにそんなに言えなかったねえ、なんかスイングしたくて、今もスイングしちゃったみたいな今日もスイングさせてもらってよくねはい、そうですね、はい、あのマイフェイバリットシングスをお送りいたしました。はい、ですね、このお店にあの来られた方、ことがある方はですね、あのお気づきかと思うんですけど、あのカレーのドリアがね、とってもビールとカレーなんても最高っていう話なので、はい、あのどんどんオーダーをお願いしますはい、このその他ドリンクもね、サイドオーダーもたくさんありますので、はい、あの途中でもまさに作られていただいてオーダーをお願いします。はい、ですね、まあ私たちあのサックスの50奏ということでやっておりまして、まあね、リズム隊がこのようにね、ビッグバンドからするとリズムの人、ドラムとかベースの人がいないので、もう本当にこの5人のだけの息で合わせるっていう感じなんですね。ビッグバンドの場合は、まあ、こうビッグバンドの同じ、まあ、作曲の構成なんですけども、まあ、大きく違うところはやっぱリズム隊がいないので、みんなが一人一人こうリズムを感じながら、そのリズムをこう合わせていくっていう感じです。で、まあですね、なんか吹くところが多いんですよね。ビッグバンドと比べると、トランペットのスティがあるから休みとかそういうのがなくて、もうずっと結構吹きっぱなし。で、一番大変なのがやっぱりバリトンサックスの人で、まあ、ハモリもやりながらのベースラインはずっとあるし、もう完全にあのベースと化しながらですね、ただそれでもこう全身運動で吹いてるし、腰も痛くなる、それは腰も痛くなるわっていう感じで、なので真ん中にいます。はい、で真ん中のその音を聞きながら、まあ、みんなで合わせていくというイメージでございます。はい、で、はい、さあ、それではですね、その、はい、バリトンサックスの方をですね、フューチャーしまして、まあ、ジャズのとっても有名なナンバーをお送りしたいと思います。もうこれ醍醐味ですね、ジャズの醍醐味って感じで、はい、あ、ナイトインフィージョン、
ュニジアに続いて、サムワンウォッチオーバーミーをお送りいたしました。この、ね、アレンジも、非常にまたね、五感のこう重なり具合がこうちょっとずつこう重なったりとかっていうね、テクニックがたくさん入っていて、非常に演奏してしまったりとかです。それではですね、ここで楽器の紹介とメンバーの紹介を、行いたいと思います。それでは、ね、一番、高い音の出る楽器、今持っているのが、ソプラノサックス、それからアルトサックスも担当しております青柳直井。ブルー、はいはい、ね、オレンジャーみたいな感じで、はい、青レンジャー、はい、で、本来なのですね、時計をこうマイクを回したいところなんですけども、ちょっと今日、まあ、コロナの関係があって私が、代わりにご紹介させていただきますと、まあ、ですね、いろいろなライブ活動を普段からしている直井さんです。この中では一応一番先輩なんです。言っちゃった。分かったかな、分からなかったかもしれないですけど、誰も言わなきゃ。はい、こう見えても、まあ、一応一番先輩ですけど、まあ まあ、ほとんど変わらないですね。はい、ごめんなさい、フォローしても分かる。はい、そうですね、座右の銘は何とかな、今ハマっていることは俺の家の話、ドラマ、はい、長瀬ドラマハマっています。はい、お隣にあります黄色、キレンジが担当、はい、テナサックスです。東由紀子。長らくハマっていることがカレーだから、もう志願して黄色になりました。はい、こちらのお店も出演するだいぶ前から来てですね、カレーが美味しいお店って言って、はい、来ていたそうです。アリネメイはやればできる。え？あ、間違えた。アリネメイは昨日テレビで見て。昨日テレビで見て、はい、続けていればできる。努力は実ると。世界を受けると、はい、日本アカデミー賞で草薙剛君の受賞をかけて、はい、ということです。はい、真ん中です、バリトンサックス担当、音渕真理。あえてですね、未婚既婚に関わらず旧姓で、大学の時の姓でやっておりますので、ご了承ください。ね、バイトンサックス一筋、イロレンジャー担当でございます。はい、なんか何度か腰痛で結構重症な感じになりながらも、決してバリトンサックスを手放さない根性の、はい、マリさんでございます。一番この中では後輩なんです。言わなくても別にいいですよね。はい、で、座右の銘はやればできる。やればできる。やればできるから、もう何でも やっちゃうみたいな。はい、すごい本当に根性を据わってて、もう学生の時から私の後輩なんですけど、今日ね、もう本当に根性を据わってる人で、もうね、すごいです本当に。はい、結構いいです。で、今ハマってるものは栗。栗だそうです。はい、ピンク担当です。アルトサックス担当、上野弥生。ご覧の通りですね、ダブリー大好き、はい、女の女子にはときめきがないとっていう、はい、そういう、それが心情を左右の目で、わかります。ハマっているもの、なんでしょう、まあ、常にハマっているものは可愛いものですかね、やっぱキラキラしてるもの。あ、いちごですかね。はい、ね、まず貫いてる感じがします。弥生姫、あ、弥生姫っていうね、イチゴがありますけど、はい、弥生姫、自称弥生姫って言ってね、はい、まあ、ここの人はみんな知ってるんですけど、カラオケがもうめちゃくちゃうまい、はい、そうでしたっけ、はい、全国大会出たぐらいのすごいうまいです。
ね、あのもうサクソ聞いて分かる通りものすごく歌えるようなで、あの、はい、赤レンジャーで一応リーダーということになっております。あのサクス、テーナーサックスさんと勝田ゆず子です。今日はですね、トレードマークのこうお花をですね、あの左側につけるっていう、もう完全に年齢を無視したこの恒例でやってるんですけど、まんまと花を忘れてしまいまして、そこで生花をですね、ゲットしてみました。いかがでしたか？なんかすごい道で拾いました。なんかあの撮ってないですか？間に撮ってないって一応ね、もうすぐあの、ね、ちゃんと布をまとしたこの最後の花でね、生かしてみました。はい、それではですね、次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、まあ、サックス50層なんかをやっていると、こういう曲がなんか気になるとかですね、譜面はないかなとか、いろいろ探したり、しておりまして、元口真理さんはですね、街角で見かけて、この曲絶対やりたいって言って、そのですね、プレイしていた方に直接交渉して、やらせていただくことになりました。5x5 というあのサックスの50層の、グループ若手グループの、宮越優子さんという方がアレンジしました。バードランドの、
ちょっと告知にもありました通りゲストのピアニストを、呼びたいと思います。はい、ピアノ、榊原智一郎ピアノをですね、はい、やっております。私は榊原でして、私の兄、娘の兄になります。で、小さい時からずっと一緒にピアノを習ってたんですけど、大学に入って本格的にジャズのピアノを始めまして、ジャズ専門学校を経て、現在活動しております。で、いろいろちょっとレパートリーの関係で、今回一緒にやりましょうっていうことで、はい、呼び出して、女子の中にですね、一人、何色で来るかなとかね、言ってたんですけど、黒で、一番妥当な線だった、紫だったらどうしようとか、はい、最も、濃く言ってるということで、はい、ありがとうございます。ではですね、次の曲で一応、1部が最後となりまして、2部の方がまた、スタートさせていただきますので、曲が終わりましたら聴いていただきたいと思います。で、先ほども申し上げた通り、オーダーがですね、7時でアルコールがラストオーダーということになりますので、ご休憩の時にご注文の方をお願いいたします。それではですね、ピアノと、ご住所のコラボレーションということで、分解とセレナーで、
7時まで、休憩をいただきたいと思います。皆さん、はい、ご勘弁、まあ、ご勘弁するときはマスクして、ね、あちこちお楽しみください。ありがとうございました。